平成25年台風第4号は2013年6月に発生し日本に接近した台風である。同年の6月8日から8月9日までの間の豪雨及び暴風雨による災害は後に激人災害に指定された。進路図2013年6月18日にフィリピンの東で台風4号が発生しアジア名リーピと命名された。また、 フィリピン大気地球物理天文局は、この台風について、フィリピン名、エモンと命名した。台風は北上して、宮古島付近を通過した後東、シナ海へ抜け、発生から3日後の21日には、温帯低気圧に変わったが、温帯低気圧は、その後九州を横断した。この台風は、梅雨前線と共に各地に大雨をもたらした。台風による大雨の影響で、 香川県丸亀市で一人が死亡した。山口県萩市では6月20日午前6時までの24時間の降水量が1976年に観測開始以来最高となる310.5ミ、mm、リメートルとなった。広島県廿日市市と山口県豊富市においてもそれぞれ一人が死亡した。山陰本線の小串駅マス大機関では 始発から約7時間運転を見合わせた。6月21日12時10分ごろ、いぶすき枕崎線の小井の駅日向川駅間で、観光特急いぶすきの玉手箱が倒木に衝突した。同年6月8日から8月9日にかけて、一連の気象現象としての梅雨前線及び男子付きの流入並びに台風4号及び台風7号によって、東北、 中国地方を中心に全国各地に甚大な被害がもたらされた。そのため、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいてこの災害を激甚災害に指定し、合わせて当該災害に適用すべき措置を指定する政令が8月15日に閣議決定され、8月20日に交付、施行された。ありがとうございます。